こんにちは。カナダ在住の山達です。日系人アリゾナ州大学学長、正しい英語文法での評価は差別で白人至上主義的思考ということでお話をしていきたいと思います。はい。えっ、ー、と、まず最初にトラさんの話をしておきたいと思うんですが、えっ、ー、と、ブライトバートの記事ですね、そちらを紹介したいと思います。えっ、ー、と、あの、トラさんの相方についてですね、えっ、ー、と、ジェイソン・ミラーさんがですね、えっ、ー、と、ポッドキャストか何かのインタビューに出てですね、ポッドキャストにっていう言い方名ですが、まあ、ラジオ番組の、えー、インタビューで、 ペンス前副大統領以外を、まあ、今のところは検討していないと仮に2024年出馬するとしても、えー、ペンス前副大統領以外を今のところは考えていないというような話をされてるんですね。はい。で、まあこれあのブ,ラ、えー、ブルームバーグの2024年選挙の記事を受けてということであのご存知ない方のために一応ざっくり言いますとブルームバーグがですね、おとついでしたっけね。えー トラさんが2024年の出馬を、の意思を固めたという記事を出したんですね。で、さらにその2024年の選挙の、えー、出馬に際して、 副大統領候補となる人を、ペンス前副大統領以外のところから探そうとしていると。てか今その検討段階に入っているんだという記事を出したんですね。で、それを受けて、まあ、記事が出た1時間後くらいにもうミラーさんがですね、即刻これ嘘だというふうに、えー、ざっくり切り捨てて。で、えっ、ー、と、さらにその後ですね、あの、ラジオ番組のところで、えー、と、まあ、こういうふうな発言をしたということですね。 はい。で、まあもうそもそも一体どっからその話が出てきたのかがさっぱりわからないが、一つ、なんか考えられるものとしては、ノエム・サウス・ダコタ州知事の支持者が出したんじゃねえかっていうふうにミラーさんはですね、えー、まあ疑ってるって言えばいいのかな。まあそんなふうに考えているようですね。はい。まあ、なんでしょう。これもある種の内部闘争と、構想っていうんですかね。まあそういうものかもしれませんが、まあ今、副大統領の座をですね、あのー、狙っている人が周りにいると。まあその、 ノエムさんが自分でやったわけではなくて、支持者の人が、まあそういう地盤を作れるように、勝手にやったことなんじゃねえかなっていう意味だと思います。はい。で、えっ、ー、と、そもそも、トラさんとペンスさんはですね、えー、退任後にも、1月20日以降にも連絡をですね、数回取り合っていて、まあ非常に関係は良好であると。で、えー、トラさんサポーターはペンスさんのね、1月6日の判断にがっかりしているかもしれないが、トラさんはペンスさんに尊,厳尊敬と愛情を持って接しているというふうに語っていて、 まあ、そもそも2024年に出るかどうかそこも正直謎なんですが、えーとまあ、どちらにせよですね、ペンスさんとしてはですねあ、トラさんとしては別にペンスさんとそんな仲が悪いというわけではないっぽいですね。はい。 ええー、で、まあこうなるとね、ペンスさんに関していろいろ意見は分かれてくると思うんですよね。とんでもないことしやがったなっていう意見と、うん、まあ結果往来なんじゃないかっていう意見もあるかと思うんですが、僕どちらかというと結果往来だったのかなとは思います。一つ、その選挙犯罪を許してしまったっていう点は絶対に許せないことなので、そこに関してはお前どういうこっちゃって思うんですが、そこに関しては、いわゆる捜査機関ですよね。FBI とかもろくに機能していなかったっていう問題点が他にありますので、えっ、ー、と、まあちょっとね、そういう複合的な考え方でいろいろごちゃごちゃしちゃうので、ちょっとそこは置いときます。 はい、ただ1つ前例は作れたかなというふうに思うんですよね。えー、1月6日のペンスさんの判断によってですね、えー、あのエレクトラルカウントアクトっていうですねあのいわゆる選挙に関する連邦法ですね。それが成立した後唯一1回だけあの ハワイ州でなんかゴタゴタしたんですが、えっと、それ結構ちっちゃい話なんですよね。そうじゃなくて、その法律ができた後に、より大規模な不具合が起きた選挙が今回だったんですよね。で、その時の対処法っていうのを一つ前例として作り上げることができたと。これによって何かしらの理由をつけて、副大統領の意思で、えー ま、副大統領がね、その票を捨てるとか、そういうことは絶対にできませんよっていう一つの前例を作り上げることができたと思いますので、短い視点で見ると本当にとんでもないことしやがったなおめえっていう話なんですが、長い視点で見ると、ま、あの、未来につながる一つの決断だったのかなというふうに思います。で、ま、一応ね、ペンスさんにはね、あの、前科があるんですよね。あの、 ロシア疑惑の時にね、なんかトラさんを落とし入れるというか、まあトラさんに代わって大統領に繰り上がるのをなんか画策していたみたいなね、えー、メールが流出したっていうことがあったじゃないですか。まあでもそれもまた眉、ま、つばものなんですよね。今の時代ね、そんなもんいくらでも作り上げることはできたりとかしますので、えー、まあ、あれ自体を信じる信じないも皆さん次第ですし、あのまあ微妙なんですが、まあ僕はそんな感じで、あのペンス前副大統領があった行動に関してはもう、まあ、あの当日はだいぶ僕もがっかりしましたし、 つけんなこのやろうて思いましたが、えー、まあ本当に長い目で,ですね。20年、30年、40年っていうスパンで考えると、まあ一つ、えー、大きななんていうんでしょう。まあ良くも悪くもレガシーを残したんじゃないかなというふうに思います。ただこれだけは言わしください。選挙犯罪はマジでふざけんなっていうふうに思ってます。はい。では、えっ、ー、と今日のメインテーマはですね。浅生井上っていうですね。えー、アリゾナ州大学のまあ文学部って言えばいいのかな。そこの副学部長をされている方です。はい。 えっと、ハワイン生まれで日系アメリカ人の方です。お父さんが日本人でお母さんが東欧系の白人さんであるということですね。はい。で、えっ、ー、と、この方がですね、ある本を出しました。で、その本の中身がね、今話題になってまして、えー、生徒の成績をライティングで評価することは、差別と白人至上主義の根源になっているという、そういう、えー、考えを持たれてるんですね。 で、このライティングって、あの、何のことを言ってるかっていうと、まあ、あの、正しい文法を使えるかどうかを評価すること。これは差別であり、白人至上主義の根源であるということなんですね。 はい。で、その代わりに、このライティングとか文法めちゃくちゃであったとしても、そんなものは気にするなと。そうじゃなくて、その生徒がその答え、結論を出すに至った努力、その過程を評価するべきであるっていう考え方を持ってて、なんか一見すると、この努力ベースの評価ってすごく、まあ納得いくと今納得いくんですよね。あの、生徒の頑張る意欲を上げますからね。ただ一方でこれ、あの、教師目線からすると、とんでもない話なんですよね。どうやって評価しようっていうねっていう話なので、もう特にあの、すごい、 えー、教師側の、ね、主観的なものが入っちゃうので、すごく定性的な評価になっちゃうんですよね。あの、いわゆるそのテストで点数つけるより定量的な判断っていうのがなかなかできないものになっちゃうから、まあこれ、き、すごく効く、 なんて言うでしょう聞き触りはいいけど、あの、現場の人からすると、なんだそのとんでもない考え方はっていう風に見えなくもないです。はい。で、なんでこんなに、ね、その差別であるとか白人至上主義っていうものと文法が結びついてるかこれ一応あの、歴史に関する話が出てきますね。それを今からご紹介したいと思います。で、あの、一応日本人的感覚とそのアメリカ人的感覚ですよね。差別に関する意識が多分だいぶ違うと思うんですよね。なので、この辺は日本人としてはあの、一歩引いて話を聞いていただくといいかなという風に、僕全体読んで思います。 ますまず努力ベースの評価をするべきという考え方は批判的人種理論に関連しているこの批判的人種理論というのはアメリカ社会には差別が根底にありますよという考え方なんですね。でそれを解決する手段としては学校で努力ベースの評価をするべきというものなんですね。はいで これなぜかというとですね成績をつけるっていうのはそれつまり順位付けをするっていうことなんですよね。で順位付けをすするっていうのはこれ差別的思考なんですよでよ、えー、成績をつける順位付けをするで順位付けをするイコール差別的思考つまり成績をつけるということは差別的思考につながるんだっていうこういう何て言うんでしょうあのとんでも理論のようにあ 感じるんですが、えー、まあ一応ね、歴史を紐解くと、過去400年の歴史振り返ると、順位付けをすることによって、差別であるとか、植民地政策を正当化することができていたということなんですね。えっ、ー、と、例えば、あの、なんか、何々人は、何々人よりも、あの、上だ、下だ、みたいな、そういう感じですよ。 まあそれ順位付けじゃないですか。それをすることによって差別をすること、そして植民地政策を正当化することができていたと。まあこれはまあ確かになと。 だから、その、差別とかっていうのは順位付けをすることだ。順位付けをするっていうのはこれ成績つけることだからっていうような考えだということなんですね。うん、まあ、飛躍してるような、つながってるような、ちょっと何とも言えないんですが、はい。あ、で、ごめんなさい、あの、最初に言うの忘れてましたが、僕自身もですね、この、この人の考え方に完全に賛同できているわけではないので、ちょっとね、あの、僕の中でまだ噛み砕けてないので、ふわふわした説明になるかもしれませんが、そこだけあの、ご了承いただければというふうに思います。はい。 で、すべてのレベルの教育、要は小学校、中学校、高校、大学、そういうすべてのレベルの教育は未だにこの差別の一部門になっていると。なぜならば成績をつけているからだと。で、この人の一番の核心部分っていうのは、成績評価のために生徒に均一で高品質な課題を要求すること。ここに問題点があると。まあ、あの、一つで例を挙げるとしたら、まあ、論文の体裁とかなのかなと思ったんですが、えー、っとね、あの、 論文を書くってなったら、なんかテーマあるじゃないですか。で、論文ってね、な何かしらのです、なてうその、定裁を保たないといけないじゃないですか。こういう書き方があるんだとかね。うん。で、まあ、そういうものの話をしてたりとかすんのかなって思ったりとかしましたが。まごめんなさい、今ちょっと話わか,かんないですよね。横に置いときましょう。はい。で、えーと、この、 え成績評価のために課題を要求することっていうのは、これ差別の考え方があると。なぜならばえ、その成績をつけるために必ずテストで質と呼ばれる一つの基準である読み書き能力を成績評価に盛り込んでいると。で、これは差別であり白人言語史上主義を促進していると。もうだいぶ飛躍してきてますよね。はい。で、かつ、これなぜかというと、かつて、その、例えば白人が黒人 を奴隷ととししてて連れてきましたとで、その奴隷の人たちを、まあ、均一にするために白人によって持ち込まれた英語。これを使うことによって黒人も、まあ、一つの何てうんでしょう、均一な状態、言語レベルを均一にしたと。なので、かつて植民地支配をしていた、えー、白人たちによって使われた仕組みの一つが言語、英語であると。で、このアメリカの 成績評価のシステムの中には、その英語がちゃんと書けるかどうか、それも評価の中に入っているから、つまり、かつて400年前に使われていた、その差別をするために、使われていた英語の範囲内で評価をしているということなんだそうなんですね。ちょっともうだいぶ飛躍してきてますんで、ごめんなさい。もう話入ってこないかもしれませんが、はい、頑張って聞いてください。<laughs> で、アメリカのほとんどの学校では、正しい文法の英語を、まあ、英語の授業で子供たちに使わせていると。で、これは差別であると。日本でいうところの国語の授業、これで、正しい文法とか学びますよね。それが差別だっていうふうに言ってるんですね。 これなぜかというと、その英語っていうのは白人の作った言語であるとで。白人の作った基準の中で評価をすることになるから、学校で白人言語至上主義を永続させている状態になっているということなんだそうなんですね。うん、なんかわかるようでわかんないという感じですね。まあ、英語のそもそものあの、せ、なんていうの、成立のことを考えていくととか、いろいろあるかもしれませんが、ちょっとそこは横に置いておいてくださいね。はい。 で、英語を教えている教師は差別主義者である。なぜならば、えー、別に悪い人って言ってるわけではないが、その英語っていうのを一つの基準で評価をしていると。つまりこれは差別の現状維持に加担しているんだということなんだそうなんですね。はい。もうあの、飛びに飛びすぎても月あたりまで吹き飛んでる話かもしれませんが、まあ、あの、 ま、差別っていうものをね、この人がこうなっていますが、あの、差別を受けた経験があるから、まあ、こういう意見になってるということなんですね。はい。で、なんでここまでね、この、正しい英語を使うことを差別的だとか、白人史上主義だとか考えるのかっていうと、この人の学生時代ですね、えー、英語で B 評価だったと。で、 その他の、例えばフランス語であるとか、他の科目では A 評価とか A プラス評価を取っていたと。まあ、あの、日本でいうところの内申点であの5を取ってるっていう状態ですね。はい。えー、何でもかんでも5だったのに、えー、国語だけ3だったみたいな、そんな感じで、で、まあ、それに対して文句があると。うん。なんか一見するとね、なんかちょっとなんモ,モンスタークレーマー的な感じに聞こえなくもないんですが、まあ、 まあこういう感じで、まあ多分本人がこう言ってるんで多分よっぽどその英語のその文法とかにはすごく自信があったんだろうけどでも B 評価だったと。なぜならば自分の血筋で差別をされてきたからだと。はい。なのでこういう英語と英語というかまあ日本で言うとも国語の授業で、えー、文法を正しく使えるかどうかそこを評価基準にして評価をするっていうことはそれはすなわち 差別につながるんだという考え方なんですね。だからこそ解決策としては文法等は評価せずに努力ベースの評価をするべきであると。はい。まあね、もう一回言いますが、日本と差別意識の違いが全く違うこともありますので、まあ一概にも言,言えませんがん、まあなんか、んーっていう感じですよね。<laughs> はい。えっ、ー、とまあ本当はね、皆さんいろいろ感じるところはあるかなっていうふうに思うんですが、ちょっとごめんなさいね、僕自身もですね、これ、いまいちですね、あの、なんで,でしょう。 理解しきれてない状態なので、えー、と説明がすごくしづらいんですが、とりあえずですね、その英語の文法を、えー まあ、一つの評価基準に組み込むっていうのは、はるか昔の400年前の歴史から紐解いていくと、それはつまり、えー、差別につながっていて、白人史上主義的な考え方、それを未だに引き継いでいる、えー、悪しき風習なんだと。だからこそ、その文法とかは一切評価せずに、えー、努力ベースの評価をするべきであるということを提唱されているんですね。はい、まあ、本当にいろいろ意見はあるかと思いますが、まああの、こんな感じの考え方もいるんだなということですね。まあでも、これ許しちゃうとなんか言語が崩壊していっちゃうそうな気 するので僕あんまり良くないなとは思っちゃうんですけど、ね、正直ねあとはあの現場のでねあのそういう評価をする先生からしたらですねあの努力ベースって言われたものなーっていう風に思っちゃうと思いますのでまあ、それもそれでねちょっと困っちゃうところなんじゃないかなという風に思ってますはいということで、えー、今回の動画は以上にしたいと思います最後までご視聴ありがとうございました失礼いたします。